使わないものをずっと取っておくのは、ものを大切にしているとも考えられるんですが、それが自分にとって必要なければ、もの自体のエネルギーは下がってしまいます。さあ、みんなで開運するよ。願いが叶っていく、のりこちゃんねる、始まります。さて、金アップに欠かせないと言ったら、不要なものをなくしていく断捨離。断捨離することによって古くなったエネルギーを手放して新しいエネルギーを取り入れることができます。それに身の回りを軽くすると人生や運気がスムーズに運ぶようになっていくんですね。で、いらないものをずっと背負っていては前に進むにも生み出せなかったり、心の負担につながってエネルギーが湧いてこないということもあります。でも、物を減らすとか捨てる、なくすということにちょっと罪悪感を抱いてしまうという気持ちが湧いてしまう時もあるという方も結構いると思うんですよね。もちろん捨てなきゃなとか、もう使わないなと思うものの中には高価だったものもあるし、ブランドものもあったりします。高価だったからとか、一昔前に流行っていたからと、ずっと使わないのに取ってあるものも、実はすでに自分には価値がないものになっているんですよね。もったいない、高かったのにっていう気持ちでずっと身の回りに置いておくと、家は物で溢れてしまって、それこそ金運がぐーんと下がっていきます。お金の波動はとっても高いし、お金の運気も動かしていかないと、金アップにはつながらないんです。使わないものをずっと取っておくのは、物を大切にしているとも考えられるんですが、それが自分にとって必要なければ物自体のエネルギーは下がってしまいます。下がったエネルギーは周りにも自分にもいい影響はないんです。なので、運気アップと金アップをしていくには物をなくすというのはとっても有効なんです。そして、物をなくすだけでなんと臨時収入がものすごい勢いで入ってきます。それは空いたスペースに新しい運気がどんどん入ってくるから。なので、運気が動く余裕を作っていくことも、身の回りのあるものを手放していくことが必要なんです。いつもしている方も定期的に見直すといいですね。ということで、今回身の回りから物をなくすだけで臨時収入が入ってくる、なくした方がいいもの5つをお伝えします。まず1つ目の身の回りからなくした方がいいものは、必要のない靴。古くなってもう履かない靴や、いらない靴をずっと下駄箱に放置していないかな。履いていない靴は負のエネルギーを放っていて、下駄箱の中の他の靴にも悪い影響を与えています。またね、下駄箱ってとっても汚れやすい場所でもあるので、そうでなくても定期的にお掃除をして、ぎゅうぎゅうに詰め込まないのが運気アップのポイント。なのに、履かない靴やいらない靴でぎゅうぎゅうになっていたら、今すぐその靴を処分しましょう。靴は人間関係を左右するアイテムで、綺麗な靴はいいご縁のもとに連れてってくれます。でも、汚れた靴と一緒に下駄箱に入ってしまっていたら、その綺麗な靴のエネルギーが下がってしまって、いいご縁にも恵まれません。なので、履かない靴や不要な靴、汚れがひどい靴はすぐに処分しましょうね。そうすることで、下駄箱の中にもスペースができるし、新しい気が循環しやすくなります。いい気を吸収した綺麗な靴で出かけることで、いいご縁が縁となって、金アップにつながっていきます。そして、2つ目の身の回りからなくした方がいいものは、身につけなくなった貴金属。身につけなくなった貴金属は思い切って処分しましょう。いらない貴金属の処分は、とっても厄落としになるんです。仮に年効果であったとしても、身につけなければ貴金属のエネルギーが下がります。またすでに何年も放置されて錆びついているようであれば、運気アップの効果はありません。錆びや汚れの目立つ貴金属は処分していきましょう。でも、そんなに汚れていなくて綺麗な状態だけど、自分にとってはいらないなと思ったら、買い取ってくれるお店で売却もいいです。運を換金することになるし、すぐにお金も入って、さらに金アップにもつながっていきます。そして、3つ目の身の回りからなくした方がいいものは、壊れていたり古くなった調理器具。古くなって使わないまな板や、いつか使うかもと取ってある古い包丁。お鍋やフライパンも古くても使う時があるかもと取っておきがちですけど、これも身の回りからなくすことで金アップになるんです。また、テフロンが剥がれてしまっているフライパンや、
壊れた調理器具をお料理に使っているのもおすすめしません。食べることは健康にもつながるし、古い調理器具や壊れたフライパンでお料理をしていると健康運がダウン。機運を上げていくには健康でいることがとっても大切です。なので壊れていたり古くなっている調理器具がキッチンにあったら、それもすぐに処分していきましょう。キッチンは機運に大きく関わる場所です。キッチンが古いものやいらないもの、壊れたもので溢れていては運気がどんどん下がって、臨時収入どころではなくなってしまいますからね。そして4つ目の身の回りからなくした方がいいものは書類関係。家の中には割といろんな書類が溢れています。契約書や保証書といった書類から、自分の書類でなくても家族名義の書類もありますよね。書類は全部捨てるわけにはいかないので、どこまで捨てていいのか困ってしまいますよね。でも必要のない紙類を身の回りに残しておくと金アップにはつながりません。紙類は悪い気を吸収してしまうので、たくさんあればあるほど運気が下がってしまうんです。古い本や雑誌、新聞や段ボール、いらない紙袋も同じ紙類なので、必要なくなったらすぐに処分をするのが大切なんです。でも書類となるとちょっと面倒くさそうで、処分の手も止まってしまいますよね。けれども書類関係を身の回りからなくすと、臨時収入がドンと入ってくるんです。また書類関係をなくしていくと、仕事運や出世運も上がって、新しい仕事がやってきたり、収入アップも一緒にしていくんです。なので一枚一枚見るのは少し大変ですけれども、ここから金アップのためにも書類をなくしていくことをおすすめします。残す書類の目安としては、今使っている書類を優先的にして、次にしばらく必要である書類、そしてずっと取っておく書類と分けていきましょう。家族がいる方はまずは自分の分の書類から整理していってみてください。私は定期的にスキャンして捨ててますよ。そして5つ目の身の回りからなくした方がいいものは、お財布の中のレシートやポイントカード。やっぱり金運や臨時収入を引き寄せるには、お財布をきれいにしておくのは鉄則。お財布の中が不要なレシートやポイントカードでパンパンになっていると、お金が入る余裕がなくなってしまいます。お金が入る余裕がないっていうことは、お金が入らなくていいっていうことにもなってしまうんですよ。なのでいらないレシートは捨てて、ポイントカードはお財布ではなく別にカードケースに入れておくと、お金が気持ちよくお財布の中で過ごすことができます。それにお財布がすっきりしていると、いくら使ったとか、いくらお財布に入っているとかも分かりやすいんですよね。またお金を支払うときにお財布がパンパンだと、小銭が取り出しにくいからイライラしてしまったりすることもなく、気持ちよくお金を支払うことができます。金を引き寄せるには、お金を支払うとき、気持ちよく支払うことが大切なんです。お財布はすぐにでも確認できるので、ぜひやってみてね。みんなもこれやってる、ここが苦手、これからこういうことをやってみる、などあったらコメント欄で教えてね。楽しみにしてます。それではみんなで最高のハッピーを手に入れようね。おまけ。いつもみんなありがとね。みんなのコメントしっかり読んでます。で、今日はこういうコメントを見つけましたのでお伝えしますね。少しずつですが断捨離して空きスペース作っていきます。処分していくと自分がどれだけ無駄遣いしていたかよくわかります。ありがとうございます。本当ですよね。私も本にも書いたことがあるんですけど、断捨離すると自分の癖って出てきますよね。私は同じものをよく購入しているんですよ。捨てるたんびに、なんでこれ購入したんだろうとかね、なんでこれがいっぱいなのとか、自分のパターンが分かってくるので、断捨離すると次の購入するときに気をつけるようになるんですよ。で、断捨離って自分のことを知りながら自分の勉強になりますね。そしてその分お金を使わなくなるので、その分を違うものに使ったり、お金を貯めることができますからね。じゃあね。